様、こんにちは。大分市にあります鉄砲自動車整備工場の福永と申します。本日は中古車で販売しております鈴木エブリーが入庫いたしましたので、ご案内したいと思います。こちらご紹介してください。皆様、この車は鈴木エブリーといいまして、お弁当屋さんの配達ですとか、お花屋さんですとか、いろんな商店で幅広く使われてますので、大変ポピュラーな車です。ご存じの方も多いと思います。今目の前で、撮影しておりますこの車はですね、平成24年の初年度登録で約14万6千キロ走行しております。走行距離はちょっと多いんですけれども、今までですね、これここに来るまでリース会社で管理しておりましたので、半年ごとのオイルメンテとか、車検とか整備については、かなり細かい整備をしておりまして、点検記録簿がでも残っておりまして、多分一切、事故とかの、記録もございません。整備の状況については、申し分ない状況です。それでは車内ぐるっとご案内したいと思います。はい、右側のドライバー席から一周していきたいと思います。ほとんど大きな傷はありません。小傷等はありましたけど、タッチペンで、補修しております。タイヤが7分目ぐらいですね。こちら辺が荷積みには一番利用されるところです。で、車内にちょっと多少汚れとはありましたので、簡単にカースプレーで、塗装を仕上げて、気持ちよく使っていただきたいと思って作業を済ませております。それから天張りあたりもきれいにクリーニングしております。映してあげてください。はい、それでは左側のサイドに移動します。はい、サイドを開けます。よいしょ。はい、こちらの方からこの辺のところにですね、オイルシビとか汚れがかなり付着するのが多いんですけれども、その辺もきれいにクリーニングさせていただいております。はい、助手席を開けます。どうぞ移してください。はい、ではドライバー席に入りまして、エンジンをかけてみたいと思います。よっしょ。かなり清潔に保たれているということがご理解いただけるかと思います。それではエンジンをかけます。走行距離分かりますかね。146,609キロかと思います。はい、ありがとうございます。エンジンを吹かしますよ。はい、エンジンの吹き具合も良好かと思います。それでは、こちらの方を移してあげてください。はい、当社の鉄砲自動車整備工場なんですが、今ご覧いただきましたこのスズキエブリー商用車、平成24年の登録で14万6600キロ走行の車なんですが、この車、車両本体価格、それからリサイクル券、それから車検が2年ついて、購入されたお客様への名義変更料等々すべて所在費含めて合計で35万円の金、税込みですね、35万円の金額でただいま販売しております。もし関心がおありでして、お問い合わせ等ありましたら、鉄砲自動車整備工場市外局番 0975213000 番
スマホをお持ちの方はこちらの QR コードをスマホでピッと、スクロールつけていただければ当社のホームページを閲覧できますのでご利用ご活用ください。皆様本日はご乗降ありがとうございました。以上です。